データレコーダー。データレコーダーとは、音楽用として大量に出回っていた、テープレコーダーを利用して、カセットテープにデータを書き込むというもの。CMT、カセットマグネチックテープ、カセット磁気テープなどとも呼ばれた。これは、コンピュータ業界では、磁気テープを MT と略すため、それに、カセットの C を付けたものである。本校では1980年代以前の、 ホビーパソコンブームにおける磁気テープによるデータの記録について扱う。2000年代以降現在にかけてのデータ用磁気テープについてはテープドライブを参照のこと。1970年代、マイクロコンピュータが発展したが、手頃な補助記憶装置がなかった。このため、民生用に大量生産されており非常に安価で便利な記録媒体と録音再生機器である。 コンパクトカセットやマイクロカセットなどとカセットテープレコーダーを流用するというアイデアが生まれた。これは情報を FSK などの変調方式でオーディオ周波数帯の信号に変調して記録するもので代表的な記録方式に KCS、カンサスシティスタンダードがあり 1200Hz、2400Hz の FSK 方式で300ビット S の記録ができた。 やがて電子工作の延長的なマイクロコンピュータは様々なコンピュータメーカーから発売された初期のパーソナルコンピュータへと置き換えられていったがフロッピーディスクは当初読み取り装置となるドライブもディスクメディア自体も高価なものでありディスクドライブ搭載機は高価な機種に限定されホビーパソコンのような電化で一般家庭への普及を目指した機種では採用し難いものであったことから データレコーダーは依然として利用され続けた。8ビット時代のパソコンへの具体的な採用例としては、日本においては NEC の PC-8000 シリーズなどでは、キャリア周波数はそのままで、シンボル帳のみ短縮した 600BPS での記録を標準としていた。シャープの MZ シリーズでは、コンピュータ本体に直接内蔵され、ソフトウェア制御による、 パルス幅変調方式で記録を行い、他の機種と比較し、エラーの少ないアクセスとともに、1200bps の速度を実現していた。この筐体に直接内蔵される専用のデータレコーダーは、MZ-80b、並びにその系譜にある機種では 2000bps に速度を変更するとともに、口述の通り、制御の多くもソフトウェアから行うことが可能であった。 CPU からの直接制御であるため、そのタイミングの書き換えによって、そのレコーダーの信頼性も手伝い、さらに高速な読み書きも可能であった。別部署から発売された X1 でも、この電磁制御が可能なデータレコーダーを採用しており、速度は 2700bps になっている。他に、千葉のリ明の提唱した、札幌シティスタンダードがある。また、 コンピュータの周辺機器として使い勝手がいいように、モディファイされたカセットテープレコーダーが作られ、データレコーダーと呼ばれた、後術。以上で述べたような時代には、メーカー純正のドライブは元より比較して、安価なサードパーティー製でも、パソコン本体より高価ということも、ザラだったため、データレコーダーがよく使われた。その後、時代を下ってディスクドライブや、 ディスクメディアが低価格化するようになると、廉価なホビーパソコンでもデータ転送速度の遅さから、ロード時間が長、またシーク、データ読み出しのために、媒体の該当データ箇所に読み取りヘッドを移動することに対応していないか、対応していたとしても、時間のかかるデータレコーダーから、ランダムアクセスへの優れた、フロッピーディスクメディアへと切り替えられていった。過渡期には、 クイックディスクのようなディスクメディアとテープメディアの中間のような機器と媒体も存在した。データの保存自体は普通のアナログテープを録音、再生できるテープレコーダー。極端な話ではラジカセのような音響機器としての製品でも行えるが、データレコーダーはデータの保存に特化した気を備えている。例えば、スピーカー用と別にデータ出力専用のボリュームがついていたり、 コントロールができるものもある。パーソナルコンピュータに内蔵された専用のものでは、口述するようにテープの早を送り、巻き戻しを行って、記録されたデータの先頭に飼育する機能もあった。そこまででなくても、専用の製品として、データロードに際して、パーソナルコンピュータから再生を開始するリモート、端子ぐらいは付いているものが多い。データレコーダーの仕様ではないが、 当時使われた記録方式の使用について記す。論理フォーマットについても様々なものがあったが、ここでは物理フォーマットについてのみ述べる。カンサスシティスタンダードは、上調さにより信頼性が高い反面、その遅さは当時のマイコン用としても遅かった。このため制定後すぐにより高速な方式の提案が乱立した。札幌シティスタンダードは、 標準としての観察方式との互換についても考慮しつつ、日中変調の理論限界に迫る速度を実現することで大幅な改良の余地を残さないスタンダードとすべく提案された野心的な仕様であった。札幌シティスタンダードは 2400Hz と 1200Hz の日中変調という点は、観察シティスタンダードと共通としている。その上でマーク 0を 2400Hz の半サイクル、スペース0を 1200Hz の半サイクルとする。つまり、信号波形を区形波にモデル化すると、その1個の山あるいは谷の前後のエッジ間隔の長短に情報を載せる方式である。レート1の割合を半々と仮定して 3200BBS と交渉した。提案者、千葉の明が札幌の人であり、当時地方組織としては、 最大級であった札幌を拠点とするマイコンクラブ北海道マイクロコンピュータ研究会立ち上げ青木吉直で1977年に発表し銅で研究された方式であることから札幌シティの名が付けられた交換された文献としてはトランジスタ技術1978年12月号の記事札幌シティスタンダードについて電気学会情報処理研究会 IP-78 から76データ処理用ローコスト周辺装置の施策特解 S54 から96908エッジ間隔を利用したデジタル変調方式他があるこの記事の札幌シティスタンダードという表記はトラワザ1980年11月号の記事に従った記録と再生について簡単に説明する記録はこれは 札幌方式に限らないが、デジタル回路で生成した区形波をレベルとオフセットの調整のみでそのままカセットテープレコーダーの録音力に入れ録音する。再生はカセットテープレコーダーからの出力をアナログ的に波形を調整した後、シュミットトリガーを通して区形波とする。区形波の立ち上がり立ち下がりのそれぞれのエッジから約0.3ミリ秒後までに レベルが反転しなければ、していなければ 1200Hz、反転すれば 2400Hz とわかる。札幌方式の場合ならそこから直接ビット列とすればよいし、観察方式であれば8内し16個ごとに処理すればよい。施設の札幌コンピュータ博物館に本方式のインターフェースボード北斗電子製 SC-3200 が所蔵されている。 n ベーシックなど、初期のマイクロソフト系ベーシックなどでは、データレコーダーへのセーブは、CA セーブ、ロードは、クロドだった。クロドで、ベリファイも行える。後の n 8 8ベーシックや富士通の回、ベーシック系などでは、カセット専用命令を持たず通常のセーブ、ロードコマンドで、デバイス名、CAS、X は、数字を指定した。シャープの X1 よび、 MZ-80B-2000、B その後継機種のデータレコーダーは、デッキのオープン、並びに、メカ部の制御、ヘッドやキャプスタンのローディングが、ボタンを操作する人力によるものではなく、電気制御によるものであったため、コンピュータ側から、レコーダーの動作を制御することができた。このため不ベーシックには、カセット制御用のコマンドが用意されている。また自動頭だし、 ヘッドを軽く接触させた状態で高速送りし、無音部を検出するものもできたため、データレコーダーでありながら、ランダムアクセスに近い使い方も可能であった。5. おさむき